あのドラゴンの噂が広まってるならザビーダも現れるかもしれないな。アイゼンとザビーダ鉢合わせでもしようものなら今度こそ戦いは避けられないような気がします。アイゼンはあのドラゴンがザビーダの大切な人だから殺すって言った。それに殺すことが救いになるとも言ってた。どういう意味なんだろう。